2016年12月23日、天皇陛下は83歳になられました。当日23日には、陛下の誕生日を祝う一般参賀が皇居で行われ、天皇陛下は、画像のように、とても、お元気そうにお言葉を述べられていました。この日の一般参賀者の人数は、宮内庁によると、陛下が、結婚50年と即位20年を迎えた2009年の 3,560 人を上回る 38,588 人が訪れ、天皇誕生日の参賀者としては即位後最多となりました。理由としては、今年8月に天皇陛下が生前退位の意向を述べられたことで、もしかして陛下のお顔を見るのが今年最後になるかもしれないと、心配された人が多かったのではないかと思います。私も行ける距離でしたら、必ず足を運んでいたと思いますので。私はテレビでしか拝見できませんでしたが、陛下は前日に起きた新潟県糸魚川市の大規模火災に触れられて、多くの人が寒さの中、避難を余儀なくされており、健康に障りのないことを願っています。と被災者を気遣っていらっしゃいました。各局のニュースでは、この日陛下は、午前中に計3回、皇居・宮殿のベランダに立たれて、皇后さま、皇太子ご夫妻、秋篠宮ご夫妻と長女眞子さま、次女佳子さまと一緒に、手を振って集まった国民の祝意に応えていらっしゃいました。午後からも、夜まで祝賀行事が続いたそうで、皇族方をはじめ、安倍総理や国会議員らが出席する祝宴が行われたほか、各国の大使からのお祝いも受けられたとのこと。とてもお元気そうで安心したのですが、今年8月のお言葉は、とてもショックを受けたとともに、天皇陛下も、私たちと同じ人間なんだなと、改めて感じた次第です。背景画像は、今から、3年前の2013年12月2日にインドで開催された、大統領官邸で行われた歓迎式典になります。説明欄にその動画のリンクを貼っていますが、これだけ見てもご公務の大変さがよくわかります。ただ歩くだけでもかなり体力を使いそうですよね。一体陛下は1年間にどのくらいのご公務をこなされているのでしょうか。23日付の日経新聞に、前回の陛下の誕生日から今年の誕生日までの主な活動回数が掲載されていましたので、以下、参考に引用してみたいと思います。内閣から届く書類への署名、押印、1031件。認証官任命式、97人。皇居で功労者らとの面会、75回。私的旅行を含む地方訪問、11府県、公務などによる都内への外出、41回。回数だけを見てもピンとこないところもありますが、例えば、今年は、お召し列車に2回乗られたそうですが、日経新聞によると、計1時間半立ちっぱなしで、車窓から、沿線の市民に手を振り続けられたとありました。立ちっぱなしも大変だと思いますが、手を振り続けるって、私たちは普段することはないですが、かなり重労働なのではないでしょうか。土日はスピーチ等の原稿を作られているという話も聞きますので、私のような一般人にはわからない、とんでもないお仕事をされているのだと思います。そう考えると、今年8月に陛下ご自身が発表された生前退位の件は、もう致し方ないと思います。この発表は、本日付の日経新聞で政治部記者が選ぶ今年の重大ニュースの第1位になっていました。ちなみに2位がトランプ氏当選、3位がオバマ大統領の広島訪問になります。4位以降はちょっと長くなりますが、ついでにざっと読み上げてみます。4位、消費税引き上げ再延期、5位、英国の EU 離脱、6位、参院選与党勝利、7位、日露首脳会談、8位、安倍首相の真珠湾訪問、9位、自民党総裁任期を3期9年に延長、10位、選挙権18歳に引き下げ、となってました。
以上、詳細は12月25日付日経新聞をお買い求めください。天皇陛下の生前退位の件に戻りますが、永続的にとなると憲法改正と切り離せなくなりますので、とりあえずは実績を作るという点も踏まえて今回一代限りとすることで政府は進めているようです。世論もおおむね天皇陛下の生前退位については前向きに考えている人が多いので、このあたりは問題ないと思うのですが、野党がこれに反対して恒久化を要求しているとのこと。私個人の意見では、天皇陛下のお気持ちも考えて揉めることなくすんなりと通してほしいです。天皇陛下の問題はいわゆる正装の具、正装に勝つための目的で利用する事柄や手段にはしてほしくありませんので。ところで一般参賀について少し長くなりますがお話ししてみたいと思います。一般参賀は年に2回行われています。そう、新年1月2日と天皇誕生日です。初めて開催されたのは1948年昭和23年になり、それから毎年新年1月2日と天皇誕生日に開催されている皇室行事になります。初めは昭和天皇でしたが、その時は宮内庁庁舎屋上から昭和天皇が一人で民衆に対し手を振るというものだったそうですが、昭和40年代には左翼活動が激化、昭和天皇に対しパチンコを打った昭和天皇パチンコ狙撃事件という騒動がありました。これ以来昭和殿に厚いガラスを設け、ガラスの向こうから天皇皇后を筆頭に青年皇族が参加するようになったということです。あのガラスはセキュリティの理由から始まったんですね。ちなみに天皇誕生日の一般参賀は平成に入ってからは元年と2年、そして平成8年の計3回行われていません。平成元年はもちろん昭和天皇崩御のため、平成2年は即位の礼の一般参賀が11月18日に行われたためになります。ちなみに平成3年の参賀者数は 17,420 人だったのですが、皇位を継承したことを内外に示す即位の礼の一般参賀の時は 109,800 人だったとのことです。そして平成8年はあの忌まわしいペルーの日本大使館人質事件が直前にあったために取りやめとなっています。新年の一般参賀については1948年に始まって以来2回だけ中止になったことがあります。ご想像通り、昭和天皇崩御に関わる昭和64年と翌年の平成2年です。こちらの参賀者人数は例えば今年は過去2番目に多かったのですが 82,690 人でした。唯一10万人超えをした年があり、その時は平成6年の 111,700 人だったのですが、この時何があったと思われますか？この時は皇太子ご夫妻がご結婚された翌年にあたりました。ちょっと長くなってしまいましたが、一般参賀についてお話ししてみました。以下、天皇陛下の誕生日を祝う海外の反応をお聞きください。海外の反応。天皇陛下を愛してます。これから幾度も誕生日を迎えられることでしょう。神はいつもあなたを祝福しています。誕生日おめでとうございます。そしてメリークリスマス。天皇陛下83歳のお誕生日おめでとうございます。天皇陛下のご幸運をお祈りいたします。私と誕生日が同じです。良い一日をお過ごしください。誕生日おめでとうございます。日本人は彼が天皇陛下でとても幸せだ。日本の天皇がこれからもずっと健康であられますように。昭仁様、誕生日おめでとうございます。サンパウロより。誕生日おめでとうございます。ぜひ一度お目にかかりたいです。
83歳にしては若いと思うな。そういえば、日本人は世界で一番の長寿国だったね。天皇陛下、お誕生日おめでとうございます。幸せで健康な未来をお祈り申し上げます。皇居は、日本旅行のいい思い出の一つです。退位を望む陛下のご決断は、ベネディクト16世を思い起こさせてくれました。天皇という呼び方ではなくなっても、日本人はあなたを愛し続けると思います。これからのご多幸を願ってお祈りします。彼は、右翼の人質のようなものだよ。皇室の人々は、自由で普通な生活を送れるようにすべきだ。日本は透明で民主的だから、右翼以外は良いことずくめだろう。天皇皇后両陛下、万歳。このような素晴らしい人物が、自分の意思で人生を決められないことがとても残念だ。おめでとうございます。お体をご自愛されてくださいね。退位の件は、誕生日の前までに法律も含めて変えておくべきだったよ。もしそうだったら、陛下にとって最高の誕生日プレゼントだったろうね。来年こそはぜひ。根性なしが多いから。退位に関して何も決断できないんだよ。私は日本人じゃないですが、76年に初めて日本に行ってから、日本のことがずっと好きになりました。誕生日が素晴らしい日になりますように。選挙で選ばれていない人物を指導者にするとは、なんてバカな国なんだ。さらに愚かである英国のような貴族制は、日本には少なくともないけどね。でも、両国とも政治家は世襲ばかり。愚かさが加速しているよ。憲法の最初には、民主的な国では、権力は国民の手にあると書かれているはずだ。です。共産主義者のコメントか？フィリピンのダバオ市にある日本人のコミュニティは、もう先週から天皇陛下の誕生日を祝ってたよ。天皇陛下、お誕生日おめでとうございます。フィリピンより愛を込めて。よろしければ、評価クリック、コメント、チャンネル登録をお願いします。